シルーア・アルシアの戦いは、紀元前509年、古代共和制ローマ軍と、敗位させられたローマ王、ルキウス・タルクイニウス・スペルブスに率いられた、エトルリアのタルクイニー・ウェイー軍との戦いである。ローマ領内にあるシルーア、アルシア付近で行われ、ローマは勝利したものの失勢官の一人、ルキウス・ユニウス・ブルトゥスが戦死した。 この戦いはタルクイニウスによる王座奪還作戦の一つであり、継続中であったエトルーリアと拡大するローマ間の紛争の一部とも言える。ローマ史初期の出来事であり、幾分伝説的である。紀元前509年、ローマの王政は打倒され、初代執政官の選出とともに、共和制ローマが設立された。廃位された王タルクイニウスの一族は、 エトルリアのタルクイニー出身で、ウェイではこれまでの敗戦とローマに土地を奪われたことを、タルクイニーでは同郷であることを訴え、両都市の支援を取り付けていた。タルクイニウスに指揮された両都市の軍を、失政官に率いられたローマ軍が迎え撃った。プブリウス・ワレリウスは不評を、ブルトゥスは、騎兵を率いており、同様に王は、エトルリア不評を、彼の息子アルンスは、騎兵を指揮していた。 まず、騎兵同士がぶつかった。アルンスは、遠方からの偵察でリクトルの存在を確認しており、それによって、失勢官の参戦を確信していた。すぐに、ブルトゥスが騎兵を指揮しているのを発見すると、このいとこ同士は突撃し、お互いを差し貫いて、共倒れとなった。不評もすぐに参戦し、一心一体となったが、お互い右翼は優勢で、タルクイニー軍は、 ローマ軍を押し戻しており、ウェイー軍は改装しつつあった。しかしながら、最終的に、エトルリア軍は撤退し、ローマ兵たちは勝ち時を挙げた。ブルトゥスの葬儀を描いたバルトロメオ・ピネッリのエッチング戦いの日の夜、リヴィウスはシルアノスのものと信じられている声が、森の側から聞こえてきたことを記録している。それによると、エトルリア兵倒れしは、敵より一人を狩りし、 されば、ローマの勝ち戦。失政官ワレリウスは改装した、エトルリア人から戦利品を獲得し、ローマへと外戦した。外戦式は、紀元前509年の3月1日に挙行されたと記録されている。ブルトゥスの葬儀はワレリウスによって、盛大に挙行された。リヴィウスによると、ワレリウスは、紀元前509年中に、ウェイ軍と再戦している。これが、 死流はアルシアの戦いの続きなのか、また別の新たな、紛争なのかはっきりせず、この戦いの詳細もまた分かっていない。リウィウス、ローマ建国史2.6から7リウィウス、ローマ建国史2.7、ファスティトラインファルズリウィウス、ローマ建国史2.8。ありがとうございます。